まさに見終わったばかりのお客様に向けての初日舞台挨拶になります痛む人の初日舞台挨拶ですどうぞよろしくお願いいたしますさて今日ステージには一足早く桜を取り入れてみたんですご覧くださいあの去年のちょうど撮影の頃がまさにね桜前線がこう 上がっている最中だったと監督ち。ちょっといいですか。はい、これこれで上映してたわけじゃないですよね。大丈夫です。<laughs> 急いでい見えなくなっちゃう。大丈夫ですね。はい、急いでセッティングさせていただきました。<laughs> そうで、桜前線がこう北上中の時の撮影だったんですよね。そうですそうです。マサリ。で、だからこそあの映画の中にそのいろんな景色というものも取り入れられたんじゃないかということで、本日はこの桜と一緒に初日のお祝いをしたいと思います。改めてよろしくお願いいたします。 では、まさにまだ見終わったばかりなので、いろんな思いが集まっていらっしゃるお客様も多いと思うんですけれども、早速皆様に向けて初日を迎えた今の感想を踏まえてのご挨拶をいただきたいと思います。まず初めに坂月しずとを演じました甲羅健吾さんです。あ、こんにちは。えー、っと坂月しずと役をやらせていただいた甲羅健吾です。えっと本当に初日っていうのは本当に本当に嬉しくて、 あの今日この日をあの迎えることができてとても嬉しいです。あの、本当にこう公開されないと、やっぱりせっかくみんなで作ったものを見てもらえないので、あの本当に皆さんからこういうふうにこの映画が始まっていくのはあのとても嬉しいです。あの、この痛む人っていうのは自分があのやっぱ10年目の一発目の主演っていうので、なんとなくこう力が入っちゃって。なんか色々考えすぎて。 どういうことをしたらいいのかとかこの映画の中にどういうふうにいたらいいのかっていうのを毎日考えてたのがあのやっているときはそれは楽しいことではなかったですけどなんかこう振り返るとなんかやっぱすごい幸せな時間を過ごさせていただい,いたんだなってすごい実感していますあの今日からこの痛む人皆さんあのどうかよろししくお願い,いたしますどうもありがとうございました。 続きましてご挨拶いただきたいと思います。なぎゆきを演じました石田ゆり子さんです。皆さんこんにちは。えー、本日はありがとうございます。えー、やっと今日からこの映画を皆さんにお渡しできるということで、あのー、私はみ、えー、の親が天童新さんで育ての親が 堤幸彦監督だとしたらウバぐらいの気持ちでおりますあのそのぐらい私はこの作品に出られて間違ってますかね <laughs> 出られて幸せでしたし自分からあのどうしても参加したいって志願したというとても大胆な行動に出た作品だったのであの本当にこの日が来て感無量です、えー、どうぞ本当にこの映画よろしくお願いいたしますありがとうございました どうもありがとうございました。続きまして、神水朔也を演じました、井浦新さんです。神、えー、水朔也を演じさせていただきました、井浦新です。あの、本日は、えー。痛む人の初日。あの、足を運んでくださいまして、本当にありがとうございます。 そうですね、あの僕は今回あの、堤監督がまずあの今まであの自分が作り上げて積み上げてきたものをすべてあの投げ捨ててでもこの映画を完成させたいっていう作り上げるんだっていう本当、熱いあの情熱をあのかけている姿を。 見てでクランクインの前にもそのようなお言葉を直接聞くことができてどんな風に役が仕上がったとしてもとにかく堤監督に向かって芝居をどんどん投げていこうと決めてやらせていただきました。あのこの作品が皆様に気に気入っていただけ ただならば、あのー、どうぞ皆様のより多くのご家族やお友達にお伝えください。えー、今日はどうもありがとうございます。どうもありがとうございました。<laughs> 続きまして、坂杯未使用演じました、漢字足堀さんです。<laughs> えー、杯未使用演じさせてもらいました、漢字足堀です。えー、と、今日は初日に。 あの見に来てくださって本当にありがとうございます、えー、と堤幸彦監督の作品にまた出られるという喜びとこんなにも情熱を持った方々が集まった映画に出れたことでとても私は幸せでした、えー、と本日は本当に皆さんのおかげでまた幸せな気分になれます今日はよろしくお願いしますどうもありがとうございました